ローソンチケット。ローソンチケットではアーティストやスポーツチームなどの公式ファンクラブの入会も受付中。ローチケ .com かロッピーで簡単申し込み、詳しくはローチケ FC で検索。これはもう始まってるんじゃないですか。始まってる、始まっとるやんけ。始まってますね。始まってますね。8888、2回目、2回目の放送ですよ。はい。3回目、2回やったもん。あ、1回目は打ち上げのね。そうですね。このスタジオで放送するのは2回目ですよね。ありがとうございます。どうも。始まりました。最初はね、あの恒例の8888でみんな盛り上がっていきますよ。うん、ありがとうございます。伊藤さん来てますね。パチパチパチ。今夜も。エイジロー来てますね。こんばんは。エイジロー来てますね。ズンジさん。セバス。あ、TH なんですか。はい。はい。始まりましたね。じゃあ告知を。早い。早い。早いね。さあ、今夜も始まりましたけども。絶賛。絶賛、レコーディング中の、ブルハチご一行様です、でも一通りもう撮りは終わった、終わりました、やっと終わりましたね、終わりました、お疲れ様でした。ここからね、あのミックスと、うん、いろいろまだまだレコーディングの作業残ってますけれども、いやー今回はちょっと過密が半端なかったですね。スケジュールがね、ちょっと皆さんね、しょうがないです、いるもんね、バラバラで、今回は、そうそうそう、まあタイトでしたね、タイトでしたね、もう伊藤くんが忙しすぎて、もうすべて伊藤くん中心にスケジュールが、ちょっと伊藤ちゃん、最低ですよね、本当ね、困りますよ、いや本当準備かかりましたね、ちょっと深夜枠、深夜枠。深夜枠が多かった。多かったね。よく思いますね。昼間よくスケジュール来て、この日ダメですってよく言うじゃないですか。あれって深夜のことは考えてない。ああ、そうですよね。寝なきゃいけないからね。そうなんですね。人間は。そうですよね。そこを無視すれば、深夜も一応相手は一日の半分使えますからね。そう考えると。っていうスケジューリングがもう詰まりすぎて、あのね、今月ちょっとやばいんですよ、やばいですよ、いろいろとちょっとね、昨日もだって昼間俺普通にリハーサル、今ツアーリハやってて、で終わってね、深夜から PV 撮影で終わって、もう大変じゃない、だからもう今回ね、プロモーションビデオもミュージックビデオ、ミュージックビデオ MV バラバラにメンバー撮って、はい、前1日だけね、イメージシーンの撮影はかろうじてみんな集まれた日があったんですけど、今回はね、もうバラバラに撮って、みんな撮ったんですか、もう撮れました、あ、撮った、撮りました、順2位の後にまた場所を変えて僕に撮ったんで、あ、そうなの、だから初回プレスはもうエイジローの PV とかそういうことじゃないね、なんで俺だけ4分割、そういうことじゃない、ちょっと見たい、ちゃんと合わせろよみたいな、あ、切れるってことは途中で、ん、途中で切れていくってこと、あの、じゃあ A メロ A ジロね、そういう雑なつなぎ編集はなくてちゃんと考えてますよ、あ、そういうこと大丈夫ですか、ジュンジュ P がね、今回もね、ジュン P、 まあでもね、今回は前作の肥満値ほど、あの、こと細かに俺何から何まで口は挟んでない、今回は、なるほど、チームがいて、撮影チームが、その子らと一緒に考えて、その子ら中心にね、ストーリーも、ただ、4人がとにかく集まれないから、こういうことにするっていう、もう最初のテーマだけは僕がちゃんとそれをお伝えして、それに辻褄が合うようなストーリーを作ってもらったというね。アイデア勝負ですからね、いや、おもろいと思うよ、楽しみですよ、どうなっていくんだろう、あれ今回もね、がっつりみんな演技してますからね、言われるままはね、してんの、したの、あ、したの、したの、出したよ、あのイメージシーンか、イメージシーン、おー、あれか、あれか、あれか、何やったっけ、嘘でしょ、いや、ピーみんなやってるじゃないですか、ああ、でもみんなバラバラだから同じことではないんでしょ、これ以上の演技見てないし、知らない、そうね、それも見てない、見てない、お互いに見てないから、そう、俺見たよ、みんなの、
ああ、純次君演技してる。あれをするからでしょ、編集するからでしょ。違う。いや、演技指導してる。ああ、そっかそっか、そういう意味でか。してああ、そっかそっかそっか。なるほど、なるほど。そう。そっかそっかそっか。それぞれをこう見てるってことか。そうそう。なるほど、なるほど。いやー大変でしたけどね。いやだからさ、もうさ、俺なんかああいうの本当好きだからね。いや基本的に好きなんだけど、だもうね最初言ったのよ、俺伊藤君に、もう演奏シーンとかいらねえんじゃねえ。ダメだって言って、片桐さん、ダメだって言って、何言ってんだよ。なるほど。もう演奏シーンなんてライブで見れんじゃんねみたいな。まあ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 、まあ言ってしまえば。で普通にかっこいいのは当たり前なんで、そこも MV でもいいんじゃないかって。なるほど。まあ却下されましたけど、ダメだよ。それはいかん。そう。入るでしょ。入るでしょ。ちょっとは入れました。5分のうちのもうバイクみたいな感じ。だから演奏シーンの撮影は俺一言も口に出したことないもんね。全く興味ないから。そのチーね、彼らの撮影チームに任せ言いなりになって、あ、そう、はいはいはい。そもそもセットも少ないからね。まあ、あれは別に手抜いてるからね。あれは面白セットっていう、もう立派な、僕は歴史があるんですから、うん、別名、月面着陸って言って。パラボラ、パラボラ、あのほら、月に降り立ちそうな形してるしてるね、してるしてる。ああ、ほんとや、そう、面白セット、面白セット、あれで紅白出てるんだね。そうだ、面白でね。あ、そうか、そうか、白く塗ってね、自分。そう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 です、うん、あれはセットなんや。あ、その時一緒に2人出てるの。あ、出てる、出てるね。うん、あー、面白い。あの時不思議なエキストラいっぱい出てきた、ね、あー、すごかったね。なぜダース・ベイダー、ダース・ベイダーって。あー、おったね、おったね。そうそうそう。え、リアルタイムで見た。俺、撮ってる。あー、ほんと撮ってる、撮ってる、撮ってるって、録画してる、録画してる。へえ。そう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 、おったね。そう、それは、あれなの、そういう仕掛けがあって、別に何の絡みもないね、絡みというか脈絡とかがあったわけではないとかしないね。あれ、どうしたんですか。ちょっと待ってください。いや、多分これで大丈夫です。え、声ちっちゃかった、突然な。ちょっとあの、こいつ僕の方がちょっと聞こえる。伊藤君の声がちっちゃいのはしょうがないと思って今何でしょう、カメラマンさんが。あの、これ見てる方、あの、なんなく言ってくださいね、声が小さいの、緑の声が。声が、そうそう。聞こえない。はぁ、それは遅れて、遅れて聞こえるってこと。エイジローの声聞こえない。こっち側が聞こえなかったんじゃないですか。なるほど。なるほど。そっち側が聞こえてね。マイク。こっちってこと。うん。こっちかな、こっちじゃないの。なんか、この緑で俺の声聞こえてたのかな。そうですね。うるさい、うるさい、あ、もうでかくなっちゃう、あ、でかすぎる、しっかり聞こえるって。ああ、よかった、でかすぎる、あ、聞こえるようになったって、うん、さっきまで。これあれだ、レンジ変えたんだ、多分レンジ、うん、思考性が違う。エイジロー声聞かせてって言ってる。あの、緑の字やめてくんないからすっげえ見にくい。ああ、確かに。あ、確かに、なんか俺が文句言われてる。いやいや、違う、あれのな、画面上のそうそうそう、色つけるとね、見にくいんですよ。うん、そうですね。青はもっと見えない。青はもっと見えない。そうですね。さあ、そんなこんなで進んでおりますけども、いや、なんか嬉しいね、嬉しいですね。そうですね、バンドって感じしますね。はい、いやいや、よかったな。これ、大丈夫ですよね、もう進んでるんですよね。進んでますね。大丈夫ですね。うん、はい。うん、あとですね、この間ライブがありましたね。うん、ありました、バレンタインに。おー、あったね。遠い昔のことのようだよ、もうなんか。まあ、1週間ぐらい前、14日だから、1週間ぐらい、約1週間、うん、でもめっちゃ本当前にやったような気分ね。ね、うん、そうだ、いや、いいイベントだった。うん、本当にいいイベントだった。よかったね。今回はノックブラさん、うん、クターナルブラッドラストさん、うん、ね、主催、主催イベントで初めて新宿レミって出たけど、いいね、綺麗ね、綺麗ね、照明がすごいんだよね。びっくりしたね。壁にずっとなんか LED のね、あったよね。へーと、標準でしょ、あれ。うん、すごいよね。すごい、ライブハウスの規模じゃないよな、照明ね。クラブっぽい感じだね、感じやったね、作りが。楽しかったです。うん、いろんな、面白かった。熱いバンドばっかね、熱いバンドになりましたね。いやいやいや、で、終わり、うん、言ってないやつ。
でですね、おじさん、止まったら寝てるみたいな。これがですね、PV とかそういうのもろもろも全部撮り終わったらですね、4月8日に出るんですね、その作品のために今我々頑張って動いてるという感じですよ。もうね、やることが多すぎてね、4月の8日っつった？4月8日です、うん、リリースですよ。そうですよ、ちょうど今タイトル、ウェンディ、ウェンディ、はい、ウェンディ決まりました。ウェンディ、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 ウェンディです。なんでウェンディ、ウェンディはあのまあなんかこうアメリカン思春期坊やみたいな。おお、なるほど。ウェンディ少年、少年なんですね。そうそう、ウェンディ少年の歌なんですね、なるほど。少年なんだね。少年なんですね。思春期の、そうそう、悶々、としてですね。そっかそっか、歌詞の内容。そうそうそう、なるほど。女性じゃ、女の子じゃないんです、じゃないんですよ。あ、男の子、ウェンディ君。そう、ウェンディ君、ウェンディ君ね、マセガキ、ウェンディ君、マセガキっていうのも悶々としてる、悶々、そう、悶々としてる。なるほどね、あるよね、そんなウェンディ。なるほど、それが4月8日に出ると。あ、違う、ごめんなさい、ピーって言ってね、ピーって何言おうとした、違う違う違う、ツアーが、それに、いやいや、ビロリキにはなったことないです。危ない危ない、ピー、違う違う違う、あの、ごめんなさい、余計なこと考えてた。違います、あのツアーがね、その4月8日の発売に合わせて、20日からやりますよ、ツアー。ツアーね、今回もう発表されました。じゃあ先行っちゃいますか。はい、今日行きますか。お、告知コーナー、ボン出ました。これみんな見ますか。タイトル、ブレゼン88ツアー2015ウェンディ自家発電88。お、ええ、自家発電っていうのは、どういうこと？いやいや、ほら、思春期、ウェンディーしょ。そういうことか。そう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 。なるほど。だからもう、我々も自家発電で、こう、のし上がっていこうよっていう。なるほど。なるほど。なるほど。そういうことです。ゴシゴシ。人の力は頼ってられんっていうことで。なるほど。自力で這い上がろうっていう。そう、いいこと、すごくいいことです。自力で摩擦を起こしがる。そういうね。深夜帯ですからね、ゴシゴシ行きましょう。そうそうそう、まあね、場所がですね、4月の20日名古屋クワトロ、これ飛び飛びなんですよね、今回ね、連チャンとかなくて、これはね、後で理由、いろんな理由がある。で、5月8日大阪ミューズで飛びまして、5月の12仙台マカナで飛んで、5月の27新潟ゴールデンピックスレッド。これはジャンクボックスのことですね。旧ジャンク。すごい名前だね。ゴールデンでレッド。明るい豚。豚の。これこもってきた。金の豚の。ピックスレッドってなんだろうね。ピックスレッド。ピックスレッド。金の豚の赤。金の豚は。の赤。で、2日後ですね。5月の29日、新宿ブレイズが最終日と、ファイナルになってますね。まあ、もろもろ詳細はね、ホームページにまた出ますんでね、皆さんチェックしてほしいなと思います。はい、よろしくお願いします。つうわけで、あれ、それだけ今の、今の、言うの、詳細、もう一個あって、そして、そしてですね、これですね。お、お、はい、そう、2014年12月14日ね、赤坂プルーツで配布したこのファンクラブの入会の時の書類みたいのが入ってた黒封筒ですね。あったね、これね、持ってますか、これ。これです、これ、これね、あの時言いましたね。そう、あったね。これをみんなちゃんと言いつけを守ったか守ってないか。そう、あの時にこの封筒をね、開封現金って書いてあるじゃないですか。そうですよ。そう、これをちゃんと開封現金開けずに説明を待った諸君、この裏のね、ここからベリーって剥がしちゃわずに、ちゃんと言いつけを守ってこれ開けずに取っといた人はね、この下側をベリッと破って、まあこういう状態ですね。ああ、なるほど。これが正解の開け方。開け方。さあ、この正解の開け方をしたこの状態の封筒が初めて応募券になる。そう。なるほど。というお話はしましたね。
そう、これをだからここ一回剥がしてあって、のり付けとかこれ分かりますからね、こういう、あの、インチキはダメです、うん、ちゃんとこの状態でこれをツアーに持ってきた人、なるほど、会場に持ってきた人に、あの専用のハリパスとまあ交換というか、まあこれはもうはいバチってこうスタンプをしてもう用済みですよっていう形になっちゃうので、でこのハリパスを差し上げます。ハリパスというのはあれですか、ステッカーみたいになってる、まあ、そう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 、ステッカーのようになってるステージパスってことですね、のようなものですね。でそのハリパスを持っている人のみのために、の終演後に、終演後に一曲、なんとなんと、お、なんだっけあれ、リメンバー、リメンバー、そうそう、リメンバーを演奏しちゃおう、ね、演奏しちゃおうと、はい、おー、そうそうそう、この応募券と引き換えになった、うん、ハリパスがないと見れない、うん、そうそうそう、うん、すごい、なので、なので、うん、なので、うん、あの物販とかをね、うん、その終演後はやんない、混雑しちゃうから、2時間も、なるほど、そうそう、はいはいはい、うん、先にその開演前のみ、うん、そうなんです、だからね終演後はごった返しちゃうんで、そうなんですね、あれですよ、ドリンクとかもね、うん、なるべくその後じゃなくて、まあライブで暴れて喉乾いてるのは分かりますけれども、開演前に、そうですね、ね、なるべく済ませてほしいなというところで、うん、はい、そう、それをね、だからこれね、16時半よりハリパスの受付を開始、あの受け渡しをしますって書いてあるけど、これ押せんじゃないかって、16時半じゃん、そうね、そうそう、間に合わないかもしれない、うん、だから14時から、2時ですね、2時から、お昼の2時、うん、うん、もうじゃあ2時に変えますか、2時にしちゃう、これ16時半じゃなくてこれ2時です、2時、14時、はい、14時に、うん、にしましょう、はい、うん、もうね、じゃあね、2時に皆さん受け渡しをね、はい、してほしい、分かりますよ、このね、ちゃんと正しく開け、この下をビビって破って開けられたこの、はい、応募封筒を持ってきてくださいよ、はい、ちゃんと、はい、ね、くどいようですけどね、持ってこないやついますからね、そうそうそう、あ、忘れたなんですね、これ大事ですから、うん、間違いない、そうするとハリパスと交換してくれるんで、うん、そうです、まあ、交換というかね、くれるんで、うん、そう、そのハリパスを持ってるとリメンバーが聞けるという、そうです、うん、これはアコースティック、知らない、お、うん、まだリハもやってないですからね、うん、どうしようか、エイジローアカペラで一人でやれよ、じゃあ、うん、いやいやいや恥ずかしいわその間何してるさ、いやもう片付けて帰るよ、いやおういろよ一緒に俯瞰で見とくよ、いやいや、なんで読書みたいな、それね、うん、まあまあね、うん、そうそう、はい、そんな感じね、うんうん、なんで2時に必ず、引き換えてね、うん、これ必ずって言ったこれあの全会場で全会場、全会場で、全会場ですね、うん、そうだからあのひょっとあね、赤坂ブリッツでこの封筒をちゃんと開けずに正しく持ってた人、正しい開け方をした人がどれぐらいいるか、うん、いたかっていうのも僕ら分かんないし、ね、実際その人たちが各会場どこにどんだけ来るかっていうのは全く予想できない、分からない、分からない、全く来ないかもしれないし、うん、ね、来た人全員持ってるかもしれない、そうか、そうだ、じゃあもしかしたらこれを、うん、例えばよ、大阪に来ました、うんうん、これを持ってきた人が2枚しかなかったら、その2人のために、そう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 、そういうことです、そういうこと、1人だったら1人のっていうことだと思うねん、もういいんじゃないこれ、うん、なるほど、うん、もういいよ、うん、ありがとうございます、うん、そうなんですね、うんうん、もう素晴らしい、そうですね、うん、素晴らしい、これ気のせいかな、リアクションがすっごい少ないんだけど、どうしてなんなんですか、あの彼しか映ってないけど、なんなんでしょう、どういうこと、どういうカメラワークなんでしょう、これ、うん、よくわからないですね、え、14時開演まで、開演までなんですね、14時か所だ、開演まで、コンツアー、あ、ね、ちょっと待って、はい、ここでさ、はい、その、はい、我々がいつも聞けないさ、はい、せっかくのこうリスナーの声、ファンの声はせっかく聞けるんだから、なるほどね、なんかお前らその企画だったらどうなんだよってツッコミどころがあるかもしれないから、うんうん、まあ、まあ、言うだけ言ってみていいですよ、受付時間は何時までですか、あ、14時から開演まで、開演までです、開演までですね、うん、ってことでいいんだよね、そうですね、うん、14時から開演まで、開演まで、うん、そうですね、はい、開演、うんうん、はい、開演か、2時、間に合わない、2時だわ、うん、昼のね、そうそう14時だわ、うん、まあそのね、交換時間にまでに来れないっていう人も
いるかもしれないじゃないですか、うん、開演に間に合わないってこと、うん、そうそう、うん、開演からその、うん、あそうそうね、うん、2時間開演に間に合わない、うんうん、しょうがない、それはしょうがない、それしょうがない、スケジュールを呪ってもらってね、意地でも来いと、しょうがない、うん、なるほど、そこばかりはもうどうにもならない、意地で来てもらう、持つわけない、開演まで開演、うん、うん、人からもらって、あ、人からな、え、どういうこと、だから早いな、流れの早いですね、スローモーション、開演までからギリギリ間に合わないのに、めっちゃ早いの読みますよ、これめっちゃ早いの読みますよ、もう全然読みます、文字が多いと早いの、これ、あ、そういうことね、わかんないけど、そういうことね、まあでも大丈夫ですね、頑張ってください、ね、これ、あの、一人一回いつですもんね、うん、そう、だから交換するから、交換した時点で、この封筒はもう使用済みにとして、なんか何らかの、うん、処置をしますので、はい、もう、あの、使い回しはできない、うん、ということですね、うん、そうです、はい、うん、うん、というね、これね、ブルーツいけなかった人我慢ですから、そう、我慢なんですよ、しょうがないです、うんうんうん、だから特典というもんですね、そう、またね、またいつか、また別な形でこういうことをやるかもしれないです、そうです、うん、またその時は、うん、はい、そうですね、ね、うん、いやいや、ぜひ、複数会場行く人はってやりますけどね、まあ、どっかの一箇所でしか見れないということですね、そうですね、ヤマハってね、行くおさーんってことですね、うん、そうね、うん、そうそう、はい、ね、先着とか関係ないですか、そう、一旦会場出て、出てもらいます、あの、一回ね、一回場内全部カラッとして、はい、で、その後、あの、またそうですね、パスを持った、ね、判券持った、判券じゃない、あの、シールを持った人、入れる、そうですね、そういうことですね、ごちゃごちゃしちゃいますからね、一回出ます、お手数ですけども、うん、すいません、申し訳ないですけど、もうやだ、泣きたいよ、ね、伊藤さん、うん、つら、ごめんなさい何なんでしょう、それでも郁夫さんという人は何なんでしょうさっき郁夫さんって言ったから、ああそういうことですね、そうそうそう、まあね、でもあのこれいろいろね、あの見れなかった人とかいるかもしれないですけど、これしょうがないですからね、もう江次郎さん、うん、ほら、うん、郁夫さん可愛いって何にもしてないですもういるだけでいいいるだけでいいんだろうねさすがですね、やっぱこんなに俺が3人頑張って人が喋ってる俺にもうちょっとエールが欲しい、そう、勝てないね、そうそう、若干声もカスカスなってね、うん、あ、ジンジさん、はい、ありがとうございます、うん、セバさんが出ないじゃん、あ、結構出てるんです、セバさん出てるんです、ちょこちょこ出てるんですよ、ズンジー来たね、うん、そういうことじゃないっていうね、うん、今、うん、そういうことじゃない、うんうん、ありがとうございます、ね、嬉しいですね、ね、ということで、お楽しみにしといてください、うん、はい、よろしくお願いします、そろそろお時間になって、いやいやいや、1時間番組になっちゃうから、あれですか、もうそろそろですか、恒例のやつ、恒例のやつです、うん、行かないと、うん、あ、今ディレクターの方があれをやりなさいということで、うん、行きますか、じゃあ、はい、行きますか、じゃあ恒例のやつを、うん、やつちょっとヒヤヒヤするんですけどね、恒例、今夜もドッキリ、うん、ドキドキ生電話、うん、このあれだ、抽選箱、抽選箱、ちょっとあ、待って、危ない、ちょっと、何でしょう、それ何ここに、ドン、はい、ドンとこれ何、これ何ですか、これカメラ変わんない、うん、これ何ですか、うん、あ、来た来た来た、抽選箱、ありますね、これ何ですか、これなんか、これ何ですか、家電、セバス箱には家電の番号が書かれてる、カーテンが入ってる、こっちは携帯、おい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 、おいおいおい、おいおいおい、セバスが、お前たちはバカなのか、でもね、ぶっちゃけね、僕聞きましたけど、はあ、セバスが買って出たらしいですよ、かっこ悪い、めっちゃ僕がやった方が面白いと思うんです、おお、さすがですね、男だな、もうさすが持ってんな、優しい、ちょっと振りがきついんじゃないかい、セバスがこういうの好きだからね、じゃあもうセバスが全部やってんじゃん、セバス箱で青か、家電なっとるやんで、これまた引けばいいんだよね、だからまあ携帯、じゃあ俺らは白の引けばいい、そう、これですね、セバスはこれ、うん、わかりました、これ家電箱ってことですね、そういうことですね、じゃあ順番決めよう、最初はグー、じゃんけん、はい、あ、いこでしょ、あ、いこでしょ、あ、言うた、言うた見てた、え今何、二人で、はい、あ、そう、最初はグー、じゃんけん、グー、じゃあ俺から1、2、うん、あ、俺、あ、僕とジンジ君で、あ、最初はグー、じゃんけん、はい、はい、セバス箱もあなただけ、これ、うん、映るように、じゃあ行きますよ、はい、うん、はい、これどっちを見せればいいの、番号を見せればいいってこと、何が、
俺番号を見せればいいと。番号見せなくていい。何の番号？番号は見せなくていいと思います、うん、いいんじゃない、ね、見せなくて。じゃ下の名前だけ言えばいいってこと？会員番号と番号は言っていいんだよね。名前は、うん、名前も下の名前とかだっていいんじゃないの。そうか、いける。うん、え、なんですか。会員番号は言っていただいて、はい、うん、あ、なるほど。会員番号だけがいいんじゃないかな。まあ下の名前なんとかちゃんって言えないですよ、うん、そうだね、うん、下の名前イニシャルみたいな。ドキドキの瞬間、うん、じゃあ、いきます。はい、会員番号、会員番号。なんで2回目。2回目そんな声あったけどあんま変わってなかった。なんで2回目ですか。会員番号、会員番号。あんま変わってない。はい、1260番。お、じゅんちゃんですね。じゅんちゃん、じゅんちゃん、じゅんちゃんじゃない。1260番のじゅんちゃんに今から私エジロをかけたいと思います。はい、これはどこに行けばいいんですか。電話のマークだ。どこにあるか。これは番組のスタッフさんの携帯電話をお借りしております。これね、あの非通知設定解除しておいてくださいね、皆さん。そうですね、うん、184でいいんですよね。そうです、最初頭に。そうだ、俺ほんとなんでしようかってないから。またかかってきちゃいますから、ね、すいません、ね、184を使ってかけますから、うんうん、非通知設定を解除しておいていただいて、はい、うん、はい、じゃあ純ちゃんかけますからね。はい、取ってくださいよ。さあ、エジロさんが でプルルになったらスピーカーを押すんだよね。そうです、そうです、スピーカーのアイコンの。おお、ソフトバンクです。ソフトバンクですね、うん、もうスピーカーになってる、うん、さあ、出るんでしょうか。あと5秒待って。はい、もしもし、繋がりました。はい、じゅんちゃん。うん、そう。ちょっと、ブルゼッケン88のボーカルのエジロでございます。え、どういうことですか。今ですね、ブル、見てなかった。ブル8チャンネル、ニコ生ですね。見てなかった。え、の生放送でやってましてですね。はい、はい、いきなり直電しようというコーナーでですね、うん、かけたわけなんですが、もしかして番組見てなかったですかね。今はすいませんでした。っていうか、むしろ今喋って大丈夫な状況ですか。仕事中で。大丈夫な状況です。お家？お家？はい。家ですか？はい。あ、家、家なんですか？あ、家じゃないです。飲みに。はい。ああ、外なんです。あ、飲んでるんですね。申し訳ないんです。じゃあもう今いい感じですか？いい感じになってます。ああ、いいですね。はい。ちなみに何飲んでるんですか？唐揚げを入れちゃいました。唐揚げ？カラオケ。カラオケ。うん、カラオケは何を歌ってるんですか？何ですか？カラオケ。カラオケは何を歌ってるんですか？カラオケは歌ってないです。歌ってないですね。カラオケ歌ってる。うん、わかります。うん。何を飲んでるんですか？何飲んでるんですか今？ビールを飲んでます。ああ、ビールか。飲みたいですね。いいね。はい、美味しいです。今日番組会ってたって知らなかった感じですか？知ってたけど、うん、今日なかった。まあまあ、あえてビールを選んだと。はい、すいません。ビールうまいよね。美味しい。飲めない。飲めない。いやいやいや。見たことないね。ぜひ、これに懲りずに、また、番組見てくださいね。はい、はい、また、はい。電話するかもしれないんで。はい、はい、ありがとうございます。はい、飲んでるときすいませんね。はい、どうも、はい、それではブルゼッケン88でした。純ちゃん、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 あ、いやいやいや、またね、またね。はい、ありがとうございます。うんうん、ありがとう、じゃあね。あ、純ちゃん、純ちゃん、純ちゃん、もううるさいわ。はい、じゃあごめんね、バイバイ。ありがとうございます。はい、はい、純ちゃんが純ちゃんに電話を。うざっ。はい、じゅんちゃんでしたね。一発目つながりましたね。つながりました。いい感じですね。次は誰行きますか。僕ですか。どうでもラストの方がいいんですかね、こういうの。あ、まあ、確かに本当そういうのを美味しいオチに自らを持っていこうとしてちょっとすごいな。すごいな、頑張り屋さんだな。絶対無理だ。
すごいね。2015の俺らの着地点はセバスだね。すごい。違うやろ。自ら。これ誰が作ってんの、これ。ディレクター。ね、だって作っててくれって言ったんでしょ。言ってないですよ。じゃあじゃあどっちですか。いや、まあ、我々こっちでちょっと進めましょうか。はい、どっち？イブに？どっち？伊藤さん行きますか。あれですか。どうぞ。家電じゃないからね。はい。家電じゃない。うん。そうだね。はい。気が楽です。はい。じゃあですね。うん。うん。これ何のコーナーかと言いますと、あの、うん、ファンクラブ入った人の特典としてね、うん、ちょっとブルーハチのメンバーと、うん、生電話で、うん、ちょっとトークでもしようじゃないかっていう企画、うんね、そういう企画でね、うん、進めております、はいはい、あんまりね、こう普段生で会話することないですからね。ないですからね、そうです、うん、そういう感じなんですけど、うん、で、次がですね、会員番号1481番、うん、うん、1481番、ゆかさんっていうのかな、ゆかちゃん、うんうんうん、ちょっと待ってね、今どこまで行った、はい、14だよね、うん、はい、さあ、うん、何、何ちゃん、ちょっと待って、ね、これ何、うん、て読むんだろう、あ、漢字か、漢字で書いてあるの、あ、うん、ちょっとね、読めない、読めない感じですね、あの、学がないから、うん、学校なんか大学出てる、大学出てるんだよ、うん、これ、どう読むんだろうね、これどう読む、あ、ももかちゃんじゃない、ももかちゃんだ、ももかって読むんだ、うん、あ、これ、これなんか読んだっけ、スピーカーにね、うん、スピーカーにならない、もしもーし、もしもし、はい、あ、すいません、モカちゃんですか、あ、モカちゃんって言うモカちゃん、あの、ブルダッキー88のあの、ベースの郁夫と言います、わかりますか、はい、うんうん、大丈夫、なんかすごいこと、もしもーし、あ、わかった、はい、あ、どうも、ブルゼッキー88のね、生ラジオです、生ラジオじゃない、ニコ生です、間違っちゃうね、あながち間違ってた、見てた、見てた、見てなかったんでしょ、見てなかったですね、おー、マジですか、絶対来ないと思った、本当、うん、今どこにいんの、お風呂やってた、お風呂やってた、すいません、お風呂、ちょっと、ちょっと、大丈夫、お風呂入ってたの、お風呂上がってたの、今あらわな、あらわな格好ですか、すごいことになってるちょっと、大変なことになってます、モカちゃん、モカちゃん、どうしたんでしょう、今着替えてるの、水没したの水の中、俺水没お着替え中ですね、モカちゃん、モカちゃん、はい、はい、あ、入った、うん、お風呂入ってたの、はい、お風呂でした、お風呂入ってた、あ、はいはい、お風呂入ってました、すいません、あ、あ、大丈夫、今喋ってて大丈夫ですか、あ、大丈夫です、大丈夫です、あ、どうも、はい、よかった、繋がってよかったです、繋がってくれてね、ね、ありがとうございます、うん、今日ね、ブザッキー88、4人全員揃って、はい、あの、ももかちゃんに電話してます、もかちゃん、はい、うん、はい、いいね、もか、いい名前だね、うん、うん、あ、ありがとうございます、これもね、あの、コーヒーはモカが好きです。そうですね。大体決まってね。はい、はい、うん。というわけでですよ。はい。というわけで、なんだ、何を話すの、いや、なんか、聞きたいこととかありますか、うん。ね、うん、モカちゃんは。全然考えてなかった。ほんと、モカちゃんは何、そうだよ、ね、何の人、何の人学生さんは電話しといて、君は誰なんだすごいことになってます。モカちゃん、学生さん、あ、高校3年生、高校3年生、高校3なんだ、もしかして受験とか、受験じゃないの、あ、もう終わって大学決まった、 お、 決まった、おめでとう、おめでとう、うん、ナイスファイ、ナイスファイ、うん、4大に行くんですか、4大、すいません、もう一回聞いてください、あ、短大ですか、4大行くんですか、すごい、何の大って4年生の、あ、うん、普通の大学ってね、そう、短大じゃないですよ、短くはないけどね、そう、すごいですか、それはめで、僕もね、大学受験で、ね、受かった時はね、嬉しかったですよね、嬉しかった、それは嬉しいね、うんうん、そっかそっか、じゃあちょうど今一番楽しい時だね、入学前でね、うん、ね、あ、いいじゃないの、卒業はしたんか、卒業式はまだだよね、卒業式は来週、来週か、ほら、いよいよ、いよいよ、
まあ、楽しいよ。大学生新鮮か。大学入ったら何、なんかサークル入んの考えてる？サークルとかさ、あら。ああ、あんまなんか考えてない。考えてない？そっか。な。じゃああれだね、受験も終わったしさ、ライブとかさ、お、ブゼッケンのライブもいっぱい来れるんじゃないの？うん、あ、はい、行きます。イエーイ。ありがとうございます。来てほしいですね。ねえ。うん、全通全通全通、ほんとツアーもあるしさ、ね、新譜も出るしね、うん、いろいろ、ね、去年ブリッツ来た？あ、ブリッツちょっと受験。あ、そうか、そうだよね、そりゃそうだよね、ドンピシャだもんね、ドンピシャ、そりゃそうだ、そうだ、我慢したから、うんうん、ね、来てほしいね、うん、うん、ね、ぜひ、いや、もうぜひぜひじゃあね、うん、うん、はい、今年はブルハチをいっぱい見てね、今年はぜひぜひ、ね、会いに来てください。そうね、はい、ぜひ友達連れて、うんうん、ね、友達いっぱい作って、うんうん、友達連れてブルゼッケンのライブ来てください。素晴らしいね、はい、ごめんなさい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ごめんね、お風呂中に。お風呂中に、はい、うんうん、というわけで、モカちゃんまたね。あ、はい、うん、はい、じゃあね、ありがとうございました。あ、モカちゃん、モカちゃん、モカちゃん、はいはいはい、うん、またね。しつこいって。うん、またね、ありがとう。はい、はい、じゃあね、グッナイ。はい、そのくだりはね、大事ですね。はい、で、今回いいっすね、皆さん。いや、なんかいいペースですよ。いいペースちょっといいね、こう、なんか誰とも聞いてなかったです。受験をね、頑張ってこう、受験だね、受験の話とか大学の話とか俺もう全く俺もそうだよ。4代がわからないしたでしょ、受験。高校の時したけど、面接したら受かったよ。っていうぐらいの高校だったんですね。高校ですね。もう生きてれば入れるっていう、ね、すごい高校ですね。だって我々受験1回しかしてないですからね。あ、そっか、高校受験だけ、高校受験だけです。あ、高校は出たの？出てます。半端な男だ。お前がもっと半端や。前だぞ。半端な男で。いいね、高校出たやつって半端もん。ね、セバス大学出てんの？大学出てないんです。僕大学中退なんです。半端やな。半端だよ。え、どこ出たんですか？俺中学しか出てない。かっけえ、かっこいい。教育、教育ちゃんと。高校もちょっと行ってよ。高校もちょっと。あ、もっと半端もんです。あ、なるほど。じゃあ、そう、中途半端な、中途半端な、半端な男、中途半端な男。いや、違うね。いきますよ。ザバッ。はい、1397番の、バケビちゃん。ん？これなんか、あ、あのハンドルネームって言うんですか、ハンドルネーム、バケビって書いてある。バケビさん、バケビくん、バケビちゃんだね、バケビちゃん、うん、さあ、いきますよ。はいはいはい、いやいや、リアル生電話しております。090、うん、あ、違う違う、18、すみません、バケビ、まず184押すの？ちょっと言わないと。18押して、押してから090、いっちゃダメ、いっちゃダメ、いっちゃダメ、バケビ聞こえてるけど。バッキングっつっても言ってるから言った後に遅いっていうね。さあ、どうですかね。はい、はい、スピーカーした、繋がるといいですけどね。あ、来てますよ。やっております。うん、5回コールで出ないと。3回目。うん、あら、あ、出ないな、これ、これ出ないな。うん、あらー、違うでしょ、はい、じゃあ次行きましょう。次行きましょう。ね、うん、もう一回行きますよ。何が出るかな、ね。あ、はい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 、近いな。1396番、隣同士じゃないですか。お、男の子、ケント君。お、少年、うん、ケント君ですね。184の、来い。さあ、これさあ、つながるといいですね。初の男子、初めてですね。うん、うん、あ、なんでしょう、ガセット。
このコール返しがわかんない。ノリノリになってますけども、3、黒い目が2、1、シャーヤー。残念ですね、ケント君。あ、うん、黒い目の少年っていう曲みたいですね。じゃあもう次いきますか。はい、ヒワルさんですかね。カリスマ、カリスマ、うん、はい、はい、カズヨちゃん、カズヨちゃん、うん、カズヨちゃん1090。誰ですか、ね、カズヨちゃん、カズヨちゃん、カズヨちゃん、セバスチャン184。みんな風よ風よ、これ、さあ、電話出ていただけるでしょう、ね、出るかな、出るかな、カズヨちゃん、カズヨちゃん、電話出てほしいですね、うん、おい、カズヨン、5回コールで見てくださいね、カズヨン、出てよん、切られちゃう。あら、残念ですね、失礼しよう。電源入ってない、電源入ってない、電源入ってない、なるほど、生電話でこういうことが起こるんです。そうね、よし、生っぽいね、君だ、1281番、ほぉ、ドロン、ひとみちやん、ひとみちゃん、ひとみちゃん、それは誰なんでしょう。新しいキャラですよ、ひとみちゃん、気持ち悪いよ。大丈夫ですか、それ大丈夫、情緒不安で。なんか変な、ひとみちゃんですよ。最初に186をつけて発信するので、電話番号を非通知設定を解除してないんですよ。残念賞ですね。っていうことは見てないんだね。見てないんですよ。そっか、ね、これね、今日の今日 俺じゃないんじゃない、これもう。ジュンちゃん、なんか、ジュン、うん、ね、どうなんでしょう。1254番、うん、エミちゃん、エミちゃん、エミちゃん、エミ。なんか、だ、何するか、なんか、かっこいい。どう、キッカーゴーズさん。うん。おおそうなんですか。マルシさん。マッチさんじゃないですか。おお、マッチさんじゃないですかね。はい、はい、行きますよ。はい、はい。うん、はい、グルスの可能性、うん、多いかな。ゆみちゃん、あれなんかホーム画面に戻ってる、いつの間にか。切れてしまう、どういうこと、うん、もう一回ね、うん、184の、ね、生電話して、生電話ですよ、はい、生ですよ、ね、あんまり飽きてきた。ゆみちゃん、はい、さあ、じゅんさん、つながるでしょうか。ダメだ、はあ、ダメだ、うん、ダメだ、ホーム画面に戻っちゃう。これはちょっと、これ、どうなの、うまくいったのに、ジョージさん、今日、俺、ダメなんじゃない、1393番、93番、はい、うん、超技研さん、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 はい、184、はい、さあ、生電話ですからね、うん、電話を出てほしいですね、うん、ほんまやな、どうしたんですか、西川、西川九州。どうしたんですか、いきますよ、一軒くん、ほんまやな、起きた、はい、つながった、一回、なんか、なにこの音、海外、2回、海外、うん、海外じゃん、バカでかいの国際電話じゃないこれ、おおかけになった、あー残念、残念、もう残念ちんです、あー、じゃあじゃあ、なんか今違うこっちにかけろみたいな番号流れ始めた、危なかった、危なかった、はい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 、これちょっと、うん、ちょっとさ、うん、もうすごい、ね、もういいんじゃね、俺、1480、これ来るよ、はい、うん、みゆきちゃ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 ん、
ミュミュあ、違う、すみません。どうしたんですか1、8、4どうしたの、えなり君、どうしたんですかえなり君やってえなり君、どうしたんですかミユキー入ってこいよえそれ、えなり君なのえなり君がもう出てこないんだ、今来たよ。このままやればよかったのに。来た。ありました。お。3回。嘘でしょ。4回。四回。あらみゆき。もういいよ俺。もうや。頑張って。頑張って。いやまあ家で。セバス箱って言うの。セバス箱行こう。セバス箱行こう。もう。そして戻ろう。いやもうセバスが行こう。僕ですか。ちょっと流れをね。流れを変えよう。もう大丈夫なんですかねでも僕。今日何人ね。10人ぐらいセバス箱からかけますけど大丈夫なんでいいんですかね。はい、だからセバス箱。やるなーセバス。2人行ったらいいじゃん。うわ、きっちりセバスチャンと申しますけども。1663番の、かなえちゃん。かなえちゃん、うん、じゃ電話しますよ、うん、本当にちょっと取ってくださいよもうかなえおいかなえあらかなえかけて早く、うん、すげえまゆきやんなすげえな、うん、人んちにかけて買って出るってところがすげえマジで家電は僕にやらせてくださいちょっと静かにじゃあここ、うん、ロック解除来いよ。あ、すいません、夜分遅くすいません。はい。あ、ブルゼッケン88というバンドのですね、ギター担当しておりますセバスチャンと申しますけども、はい。かなえさんはおられますでしょうか。はい、ないです。あ、そうですか。はい、すいません、夜分遅くすいませんでした。はい、はい、すいません、失礼します。怖いやろ怖いな怖い、うん、めっちゃ怖いのお母さんマジトーンやんちょっとキレてる何お前でも偉いね良心的だったんじゃないですか、うん、そうちゃんと、まあね、途中で切らないしねそうそうもう一回ですかはっきり言ったから、うんうん、もう一回行きますもう一回行こうよ何でも言ったらいいめっちゃドキドキするなんかこれがやりたかったんですよどんだけド M なんですかそういう趣味があった家電かけたいしハラハラしたいがために一つ機会ド M だド M だよね、うん、そういうプレイです M スちゃん M スちゃんド M スちゃん1597番の、うんうんみゆきちゃんまたみゆきちゃんですみゆきちゃん、はい、みゆきちゃん多いね、うんうわこれなんかミキこういうねこういうほらなんていうか世の中じゃないですかいろんな危険なとかねそうなんですよちょっとそういう世の中でこう俺ちゃんと電話ねそう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 、うん、そんなふりすんなよ俺セバス俺つながるかな成功したらすげえあダメだおかけになった電話番号はすいません使えず使われてない、うん、なんとホッとするかもだよねはい、1189、うん、1189の、さやかちゃんさやかちゃんさやかちゃん、うん、さやかちゃん、うん、もう怖いなさやかちゃん間違うさやかえなりえなりそれえなりえなりじゃあもう一回やってさやこ似てるのさやこ似てる似てないお前なんであんな声やねんはいはいはい、はい、これかかりますかかかった恐れ入りますが電話番号の前にそうやあこれね非通知設定がねじゃあちょっとあと1回にしましょうか時間時間がねちょっとね、うん、いっぱい来ちゃうよね、うんじゃあこれで、はい、かける草、うん、いきますよ1276番のめぐみちゃんめぐみ草めぐみ草めぐやん行ってみましょうめぐさこれちゃんと非通知解除しといてほしいなまあその前に本人が出てくれると一番いいはい来た行きますようん
し、夜遅くすいません。あのブルゼッケン88のですね、セバスチャンと申しますけども、はい。めぐみさんはおられますでしょうか。いませんけど。あ、そうですか。すいません。ブルゼッケン88というバンドのですね、ギターを弾いてます、セバスチャンと申します。はい、ちょっと、コーナーで電話をさせていただいたんですけども、はい。あ、すいません。電話があったことだけお伝えしていただければ。すいません。もうちょっとどちらさんですか。あ、ブルハチのセバスチャンと言っていただければわかると思います。あ、そうですか。はい。わかりました。はい。すいません。はい。申し訳ないです。はい、失礼いたします。はい。はいあれだね、ほんと一光くん言ってたよ、反面教師ほんとこういうちゃんと常識ある対応ができるということを見せたいんだね、多分セバス。いや、なるほど見せたいんだけど、どんだけタイムなんですか、僕は。いや、いや思うよ、僕あの今こんな見た目なのに、うん、変な汗いっぱいかいてますけど、あんなメイクしてあんなパフォーマンスしてるけど、うん、実は常識、人一倍常識人なんやでっていうところのアピールがこの中に詰まってる。なるほどね。いやらしいな。もうやめよこれ。このコーナーやめよ、これあかんこれ。これちょっと今日あれだね、仲良く、うん、いやでもなかなか、うん、でもよかったね。すいませんけども、うん、あのね、優しい人でちょっと電話ね出れなかった人とかね、またこれ見てたら、うん、また次ね、来月とかね、うん、またあるかもしれないんで、はい、はい、という感じでこのコーナーじゃ、ね、終了。ありがとうございました。ありがとうございましたって言いながらもうすぐ終わりですよ、これあれだね、うん、もう制限時間作ってやった方がいいな。そうですね、永遠サクサクそうですね、これはそうだね、そうです、うん、もうね告知そうですね、うん、ね、はい、まあね、純ちゃんも言いましたけども、はい、ニューシングルですね、はいはい、ダンダンウェンディウェンディウェンディ、うん、あってるかな、もうあ、こっちかこっちかこっちだね、うん、4月はい、ウェンディの発売が決定してます、うん、はい、4月の8日水曜日発売ですね、ありがとうございます、うん、タイトルはウェンディウェンディ、限定特典オリジナルポストカードが当たりますんでね、うん、これウェンディ皆さん拡散してくださいね、ツイッターなんかでね、4月8日ウェンディ出ますよ、ブルハチ、もうバンバン拡散してください。これメイキングもつくんですか。メイキングもちろんつきますよ、つく、うん、あの淳二先生のね編集で、まあ、今回あんな今日前作みたいに長くはしないですけどね、だから長くなっちゃったんですよ、あれは、うん、そうそうそう、映画並みですからね、うんうん、そしてそれにちなんでのドン、おっと、はい、リリースパーティー、イエーイ、バチ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 、はいはい、これは、はい、うん、まだねちょっとね、うん、詳細決まってないんですけども、うん、2月末までに入会した方を対象にファンクラブ選考受付を行います、うん、この時にですね、うん、はい、まあ、詳細は後日オフィシャルで発表しますので、うん、はい、皆さんぜひぜひ遊びに来てほしいなと思います。リパーがやってくるよ、リパーティーね、これやりますよ、リパーね、毎回やってますからね、リパーが、はい、うん、告知は終わりですか。告知は終わりましたよ。ああ、そのですね、うん、またこのね、うん、セバスの告知は特にないですね。ああ、はい、告知あるんですか。特にそうです、ね、ないないですか。僕らもう日々肉体労働で、ニコさんは日々、僕も日々肉体労働で、はい、ね、いや俺ね、うん、嬉しいんだよ、こうやってみんなでメンバーで集まるのさ、そう、ね、すげえ久しぶり、毎回会うたんびに久しぶりだねなんつって言ってんだけど、うん、意外と会ってるっていう、うん、今月はね、今月は、まあ、レコーディングだからね、そうそう、いや本当に、いやなんだけどさ、今年入って多いですね、会うね、今度は、うん、嬉しいことです、いや嬉しい、嬉しいよ、うん、メンバーに会えるのはね、今までね、もう年に20回会ったら会った方みたいな、あー、そうか、そんな感じだったっけ、うん、20回、そこまで数えてないけど、大体それぐらいじゃん、最長、俺多分4ヶ月ぐらい前に会ったことあるよ、あ、すごい、おお、純ちゃん仲悪いの、ブラチですけど、どうする、次ジャケット前回いっぱいでっかく出たから今回いなかった、はい、そもそもセバスがいない、全然セバスチャンは量的にもうええやろ、もう使い切った使い切っちゃった
容量少ねえ。ちょっとずつ。そんなんじゃね。まあね、セバスがいるかいないのも、ね。ジャケットは、超早く見せたい。ああ、ね。かわいいよね。かわいいかわいい。ほんとかわいいんですよ、うん、皆さん。ちょっと期待しててくださいね。うん、撮りましたね、うん。いい写真だね。そう。いい写真。そう。うん。今の我々に不可欠なあの方も。おあの方も登場しますよね。そうそうとうとう降臨しましたよ。ついに神々しい姿で、いやーもう勘弁してくださいよなんて言いながらもうにやけてやってるよ、ね、ね、まんざらでも、まんざらでも、まんざらでも田中さん、うん、あ言ってる、言ってる、言ってる、うん、言ってる、ね、さあそれがねどこに田中さんが出てくるかっていうのがねまた面白いね。そう、またもうティーナカ様がね、そうティーナカ様が、ティーナカ様が今後ね、ティーナカ様はちょいちょい出てくると思います。出てきますと思う、それも急にマスクするのをやめた方がいいですね。なんか突然映ると思ったんでしょうがね。カメラ抜かれると思っちゃうんですよね。ここに自意識が、自意識が、自意識が。ツアーではまさかの、まさかの、す、て、え、こ、お、ら、リメンバーも田中さんが歌う。ぼーかみたいな。ねはいうん、そんなティーナカさんですけども、うんうん、じゃあまあツアーでね会えるの、はい、次、次回は3月の20日、まあ、20日なんですよ。3月20日今日も2月20日なんですけど、3月20日の金曜日なんですよ。なるほど、またまた金曜日、うん、はい、また全員参加ですか。で揃うんですかね。3月20日はどうなる、旅中だけど、旅中分かんない、分かんない、そういやでも来ますよ。うん、いや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 、どうすんの、もう来なかったら電話だよ、電話だよ、生電話、生俺が入ってっから当たんないって、もしもし、順次さんの携帯でしょで、非通知設定してる空気読めよ取らないといいね。いやいやいや、そんな感じでね、はい、実家とかでかけたこともねえよ、俺が佐久間さんのお宅でしょうか。俺でもね、人んちのお母さんとかと仲良くなるの得意だよ。いや、あのね、仲良くなるんだけど、勝手に仲良くなるよ。一回俺返してくれる。一回、ツアーで、ね、あの、全然違うツアーで長崎行った時にね、そう、もう、アポなしでエイジロンの実家に訪ねて。マジでそうそう。お邪魔してお茶とかでお母さんと話し込んじゃって。写真とか送ってきてさ、母ちゃんもまんざらでもね、ピースするし。仲良くリアルにふざけんな、すごい、いつかだからブルハチコンプリートしよう、やばいな、やばいな、気をつけた方がいいよ。オレンジ色の頭来たらと出んなよって言わな、アマトの島根行くっていうのちゃんとチェックしてた、チェックしてた、チェックしてた、怖い、ね、そうね、うん、そんなブルゼッケンのチャージですけども、はい、月刊ブルチャンネルで楽しんでいただけましたでしょうか、うん、また来月、うん、そうですね、はい、お会いしたいですね、はい、はい、じゃあこんな感じですかね、はい、うん、ディレクさんも OK 出てるんで、はい、じゃあ最後に、はい、セバスチャンのサングラスを取った青かっちゅうね、お前そうそうそう、ノリでねってできるかお前BGM はスペエイジロのスペリーもあの、同じこの間テレビでさ、あの TM ネットワークのさ、キネさんがバッと外してたやん、えフライヤー取れ、取れ、あの潔さを持ってないとあんな感じなんやろな、そしたらプレーも変わってくる、ガンガン、うん、そんなとこで変わってほしくない、潔のいいプレーじゃーって取るのって開き直りって言うのバカいやいや、はい、そうだね、はい、うん、また来月ね、はい、来月はライブとかないんですよね、まだないです、来月まだないです、ね、はい、4月からですね、はいはい、じゃあ、来月はそうだね、はい、20日4人で揃えるように、ま、はい、はいはい、じゃあいつもの合言葉で終わりましょうか、うん、ありましたね、ちょっと考えましたよ、あったっけ、俺も焦ってもらったっけ、また負けるわけないよ、ぐちゃぐちゃまず何だったっけ、ね、えいえい、ブラチューやつできたっけ、何で締めてるじゃん、最後そう得意じゃないか、もうそういうの2015は望んでんでしょ、これでいきましょう、じゃあどうぞ、じゃあそれで決めよう、今回から決めましょう、あ、決めよう、ウルガ今回から締めの締め、決め、前行った方がいい、ラストをカメラの前、最後誰が締めるかを今度やろう、ちゃんと、いや違う、だからいつもの恒例の締め方っていうのは今作って、 そうそうそう、それを続けていくから、さあこれから続ける、今日は高い、うん、僕が決めて、うん、じゃあ春ということで、このカメラどっちがいい、こっちがいい、春と、春という、まあ顔見切れちゃってるから座っていい、カメラワークカメラワーク
た無視してたかしら。あ、考えてこう抜かれてるっていう。空回りはじゃあ、カメラを見てるみんなに、また一応みんなでやれる決めで合言葉とか、はいはい、うんうん、また春に会いたいので、そういう気持ちを込めて、はい、あ、違うね違うねそういうことじゃみんなの決めやね。あれやるよ、ブルハチのブなんとかなんとかとか、ああブルハチのル、はい、わ、はい、かりました、うん、あれのなんていうんだっけ、大喜利ですか、大喜利、大喜利、うん、大喜利、え、僕なんだちってことですか、そういうことですか、うんうん、ああ、うん、じゃあこっからこういけ、こういく、どういう意味だ、まあ、血が、血、血、うん、まあ、最後3文字で締めてね、血、うん、あ、そこ、もうそこ、それしか出ない俺、なんて程度なんだろう、それしか出ないもう、いなり中の頭になってる小学生か、お前なんやろ、みんな笑ってるもんみんなも同じやったやん、絶対血が血で始めて3文字で、あれしかないやん。もう小学生の脳で。そうですね。うん、すいません。はい、じゃあブルハチのブーからですか。うん、はい、はい。どうぞ。じゃあ、いや、じゃあみんなでしょ。あ、俺らも言うの。そうそうそう。うん、聞いてたお前。じゃあいやだからこうブルハチってことでしょ。そうそう。大喜利でしょ。ブーからじゃ。ブルハチのブー。ラジオブー。ブルハチは。そうそうそう、大技を繰り出したと思えば、ブルハチは最初しか出ない、ね、ブルハチはブルハチのルルンルンとした、ブルハチはルンルンとした、ブルハチの歯ハハハハハハ、もうさ関係ないよはい、はい、ち、ち、ちまき、はい、それですね、それはだって3文字、3文字言うからですよ、だったらちまきの木をもうちょっとなんか放送できるやつ俺言いそうやったからブルハチはルンルンとしたはぁはぁはぁちまき、はい、締まりました、はい、はい、じゃあまたね、来月もね、来月もお会いしましょう、はい、はい、さよなら、はい、